皆さんこんにちは、マニアです。今回2022年4月15日公開、映画ハロウィンの花嫁の基本情報をまとめてみました。今回の映画は情報量が多いです。コナンを追っていない方や映画前に確認したい方に分かりやすく詳しく説明しています。また2022年2月13日までのコナン本誌解禁情報を含む場合がございます。ご注意ください。それでは早速いきましょう。まず今回の映画で出てくるであろう登場人物たちをまとめてみました。こちらです。今回この中から12名をピックアップしました。こちらのメンバーを解説しようと思います。今回の映画で重要なメンバーたちがいます。それが警察学校組と呼ばれる萩原健二、松田陳平、諸伏博光、伊達渉、古谷礼の5名です。言ってみれば同級生みたいなものですね。まず知っていてほしいことがあります。それは古谷礼以外のメンバーはもうこの世には存在しないということです。亡くなった順に一人ずつご紹介すると、萩原健二、元警視庁警備部機動隊爆発物処理班所属、7年前の11月7日に殉職、去年22歳。性格は陽気でチャラくモテる。観察眼が鋭く5人の中で一番輪に溶け込めるタイプ。松田陣平、元警視庁警備部機動隊爆発物処理班所属、その後警視庁刑事部捜査一課強行犯3係の刑事に転属。3年前の11月7日に殉職、去年26歳。性格は乱暴で、しかし人一倍正義感が強いです。解体分解が得意で、5人の中では一番仲間思いです。諸伏博光、元警視庁公安部所属の警察官、去年25歳から27歳と推定。黒の組織にスコッチのコードネームで潜入。ライというコードネームで黒の組織に潜入していた赤い周知に日本警察のスパイノックだとバレたが、その時赤い周知は FBI であること、同じスパイノックであるということを告げる。しかし誰かが階段を駆け上がる足音を聞き、諸伏博光は拳銃で胸を撃ち抜き死亡。謎多き人物の一人であり、また兄に群馬県警の諸伏貴明がいる。性格は冷静的で状況判断と対処が早い。5人の中では一番おとなしいタイプ。伊達渉、元警視庁刑事部捜査一課強行犯3係の刑事、去年28歳。1年前の2月7日に交通事故で死亡。性格は面倒見が良くてリーダー向きのタイプ。5人の中で唯一の彼女持ち。ちなみに彼女の名前はナタリー。古谷礼、警察庁警備局警備企画課通称ゼロの所属、公安警察官、階級は警部。29歳独身でハロという愛犬がいる。古谷礼のあだ名はゼロで、コードネームバーボンとして黒の組織に潜入中。私立探偵アムロトールという顔もある。性格は負けず嫌いで、5人の中では一番学科、身体能力、銃の扱いと何でもできてしまう最強キャラ。この5人が出てくる回をまとめてみました。復習したい方はぜひこちらもチェックしてみてください。プラーミャ、今回の映画で登場する仮想爆弾犯、通称プラーミャはロシア語で炎という意味です。そしてこのプラーミャは3年前のハロウィンの時期に萩原健二以外のメンバーに出会っています。プラーミャが何者で何が目的かは定かではありませんが、警察学校組やロシア人部隊に何かヒントがあるかもしれませんね。117爆弾犯、この117爆弾犯は7年前の11月7日に萩原健二を
3年前の11月7日に松田純平を爆弾によって殉職させた、いえば佐藤刑事、古谷玲たちの因縁の相手です。名前がわからないので11月7日に事件を起こしている点から、僕の動画では117爆弾犯と呼ばせていただいております。今回の映画では脱獄、そして古谷玲に追い込まれるシーンなどがありそうです。このあたりに注目してみたいところです。萩原千早。萩原千早は神奈川県警交通部第三交通機動隊小隊長で、先ほどの萩原健二の姉です。階級は警部補。単行本101巻収録予定の1071話、風の女神で初登場、松田純平の初恋の人でもあります。実は最近のこの映画では原作、つまり単行本の内容とリンクする場面が増えています。おそらくコナン君たちと主要メンバーと関わるシーンはないと思いますが、萩原千早が何かしらの場面で登場するかもしれませんね。佐藤美和子。警視庁刑事部捜査一課強行犯3係所属、階級は警部補。3年前の11月7日に殉職した松田刑事と両思いだったんじゃないかという説もあります。今回の映画では花嫁、つまりヒロインのポジションと佐藤刑事の恋模様が伺えそうですね。エレニカ・ラブレンチェーは、エレニカはロシア人部隊リーダーであり、松田純平を探していることが判明しています。またこのキャラの声が元乃木坂46で女優として活躍中の白石麻衣さんということで、注目度はかなり高いですね。果たして彼女は敵か味方か。高木渡。警視庁刑事部捜査一課強行犯3係所属、階級は巡査部長。以前伊達渡が教育係であったことがあり、下の名前が同じ渡なことから渡るブラザーズと言われていたりします。今回の映画では花婿、つまり主人公ポジションでの登場とコナンファンは歓喜しています。そしてこの高木刑事がどんな場面で活躍しているか非常に楽しみなところですね。またどことなく風貌が松田純平に似ており、高木刑事が変装のためにカツラをつけた姿がそっくりだった。この点から佐藤刑事が高木刑事に惚れた一つの要因でもあるかもしれません。風見優也。古谷玲の直属の部下ですが、年は彼の方が2つ上です。階級は警部補。縁の下の力持ちタイプですが、どこか頼りないところがあります。毛利小五郎と同じアイドル好きと意外なオタク感が可愛らしいキャラです。いかがだったでしょうか。今回の映画は登場人物が多いと思いますが、その分今までにない展開や活躍がたくさん見れそうですね。また今回紹介したキャラを相関図でまとめてみました。ぜひ一度止めてご覧ください。何はともあれ映画までに気になるキャラをチェックしておきたいところですね。皆さんの考察、感想をコメントでお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。